どうも皆さんこんにちは、草薙剛です。 YouTube 楽しいね、見てくれてるということでね、2022年もね、上半期を振り返る時期になってきました。毎年ねこんな感じで早いななんて言ってるんですけど、わりかし今年も充実してんじゃないかなと。なんかね結構いいんじゃないコロナとか昨今は大変なことがあるけど、それにしては負けてない感じがするんですけどね。今日はね上半期を振り返ろうということで、皆さんもね自分のね上半期と照らし合わせてね、思いを馳せながら見てもらいたいなっていう。 CM もねおかげさまでたくさんの方とも共演できて、ハミング消臭実感で、うちの香取慎吾ちゃんとね、あと安友子さんとの共演。安友は CM だけじゃなくて、うさぎと亀という読売テレビさんのスペシャルから今年ねレギュラーになって今やってますけど、大阪にも訪問して隔週なんですけど、お仕事できてるっていうのもすごい楽しく充実感があるし、いいですよね2022年ね。そうで、レンタの CM で久しぶりに神木くんと共演できたし、神木くんもね、あの小さい頃から一緒にお仕事してきて、すごく大人になってね、慎吾ちゃんともね CM ロトの方で共演してたりとかして、久しぶりに会えて嬉しかったし、あと優しい麦茶サントリー、夏にぴったりなね、元気が出るね優しいマンとなって活躍してる感じで、ロケもあったりとかして爽やかな気持ちにさせてくれてね、いい感じだと思います。その CM で、まあ、レンタですとか優しいマンとかキャラを演じられること多いじゃないですか。はい。それってなんか演じるときって、まあ、どういうテンションというか、結構スイッチ入れてやってる感じですか、うん、へその下に力を入れてますかね。そういうキャラクターとかはグッとここにやっぱスイッチがあるんで、へその下を意識してそういうキャラクターになるっていう感じですかね。ちなみにああいうのを演じてみてどうですか、そのこの楽しかったりですとか、なんか恥ずかしいみたいな。楽しさもあるし、やっぱ恥ずかしさもあるというかそれがいいんじゃないかな。その中にキャラクターが息づいていくみたいな。レンタのあのキャラクターは結構インパクト強かったりもするなと思いつつ、はい、まあ、ハミングではまあ、その素の草薙さんだったりとか、はい、っていうところのその使い分けとかっていうのは結構難しかったりするのかなみたいな。そうですね、あれは僕にしかできない調整じゃないかなと。へその下のスイッチでこう何段階にしようかな。レンタはもうフルスロットルで5速まであるんですけど、5速まで入れて、ハミングはニュートラルぐらいでやってますかね。香取さんとまあ共演するときはそこまでスイッチは、あ、ハミングはねニュートラルでいいんじゃないかな自然な感じで、自然なナチュラルで、そこも自分の中で切り替えて。そうですね、芸能界30年培ったオーラスイッチを生かしてやってます。72で深山カレンちゃんと会ったりとか、カレンちゃんも大きくなってて、そう久しぶりに会えてね、娘を持つお父さんってこんな感じなのかなみたいな、なんかいいですね上半期ね。でさっきも言ったけど、うさぎと亀で安友だから CM でも共演できたり、なんか雰囲気いいですよね。安友も72に来てくれて、安友をもっと知ろうみたいな。だから僕はね安友のことほぼ知らなくて、それでこう知ったことが多くて、なんか同じ時代をこう頑張ってきたんだなと思って、そして今一緒に番組ができてるっていうのがとてもなんか幸せですね。収録しててどうですか、その空気感というか。同じ世代なのでいいですね。またゆうすけさんとはなんか違う女子なので、そこで面白い空気感が生まれてんじゃないかなって。ゴロさんも来てくれてサプライズ出演でしたけど、あれどうでした、もう突然ゴロさんが、お、びっくりびっくりしたねびっくりこきましたね。本当に知らなかったですもんね。知らなかった、気づかなかった。後々考えるとスタイリストさんがいつもより多かったりとかなんか弁当の数がちょっと多かったりとかいつもと様子が違うぞというところは、あ、そう、あ、弁当がさ同じか。でもなんかちょっと華やかな感じが今思えばねしてたんですけどね。京都で慎吾ちゃんの公演があるから、もしかしてうさかめの収録来んのかなと思ったりとかしてドキドキしてるんですけど次はあのピンポンってよく鳴るんですよ。うさかめ見てくれてる方は分かると思うんだけど、だからピンポンって鳴るたびに、あ、来たかなって思ってドキッとするんだけどね。ね、来てくれたら楽しいですよね。
そしてレギュラーといえば悪い子集まれ、もうそうか今年だ、今年いいっすね。だってさ、こんなにたくさんお仕事決まってるってよくないですか。草薙剛くん、どうですか皆さん。だってこんなお仕事決まってる48歳ってあんまりいないじゃないいや本当ファンの皆様のおかげです。このチャンネル登録してる皆様のおかげです。この YouTube の活動がやっぱり響いてるのかな。それもあるよね、コツコツやってる。だからそういう仕事くださる方がたまたま夜中とかなんかでこの YouTube 見て、あなんか草薙くんいいなと思ってなんか電話して、このお仕事草薙くんにちょっとやってもらおうみたいなこともあると思うんだよね。だからコツコツやるって大事だよね、積み上げていくって。だってもうね5年目とか YouTube やってるわけですから、誰かしらに響いてる、それが次の仕事につながってる。いやなんか今年決まってるね。いやだからなんかちょっとこう心動いてていいでしょう。だって悪いことないよね。めちゃくちゃいいよね。いいよね。でも虎年だからかな、やっぱりガオーって吠えてるから。星男私草薙剛くん12年に一度の年が来てる、攻めてると思う。攻めていこうぜ、守りはごめんだ。いいね、極めつけにギャラクシー賞受賞しちゃって、やったー。去年の徳川慶喜さんが皆さんに評価させていただいて来たね、48歳。で表彰の時のは堤真一さんもサプライズで登場してる。そうだね、堤真一さんも久しぶりに会えて、やっぱ元気がやっぱり一番ですよね。ここに来てやっぱ思うのは、元気があれば取り戻せると思うんで、それをやっぱりさ、このチャンネル見てる人は一緒になんかこう意識して、やっぱりさ上半期元気だったことがたくさんのお仕事と出会いを生み出せたのかなと。それこそ連続ドラマの出演が決まったのもこの上半期で、関西テレビ来年1月連続ドラマ、久しぶりのカンテレさんは、カンテレさんはカンテレさんはシェグナペイペイって感じで、カンテレさんはもう7年ぶりとかになるのかな。そしてあれだ、拾われた男も放送してるし、ディズニープラスで配信になってるし、いいね、来てるんだよ。マリック、あ、来てます、来てます、古いから来てます、いいんだよね、もう古くたっていいんだよね。こうなったらさ、なんでもありでしょ我が道を行きます。来てます、来てます、実際来てるんです。来てるよね、はい、来てます、来てます。そうだね、このまま自信を持って進んでいきますんで、だからね、その時には皆さんの応援がね、僕にとってすごくエネルギーになると思うので、みんなの力が僕を動かす原動力になるので、一緒に進んでいきたいと思いますね。いいと思います。上半期、下半期もまあさらなる向上を目指して、だ下半期振り返った時にギャラクシー賞を上半期取って、上半期もお、なんか良かったねって思えるような、そんな感じにしたいよね。楽しんでいきたい。だからここだから半分ってブルブルンってことだから、ちょっとこう振り返ってみて、まあもうちょっとあそこできたんじゃないかなとかあったとするならば、ちょっと今ちょっと思い浮かばないんだけど、ちょっと完璧すぎてなんか良すぎたんで、まあでもその中でもちょっと細かく振り返るとあるかもしれないんで、そこは自分の中でちょっと調整をして下半期いきたいなと思います。ということでね、じゃあご褒美なんか買おうかな、これなんか買って YouTube で、でもすぐ開けちゃうんだよね、買ってもね。レビューって言うんですか、レビューできたらなって思いますけどね。まあ上半期も頑張りまするで、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。今日も動画を見てくれてありがとう、ぜひチャンネル登録お願いします。その他いろんな SNS もやってるから見てみてね。またお会いしましょう。バイバーイ。